株式会社ホビージャパンは出版及び模型、玩具、ゲームの開発、輸入、販売を行っている日本の企業。1969年ミニカーゲームホビーグッズ等の販売、輸入を行う株式会社ポストホビーを母体として設立。月刊ホビージャパン、カードゲーマー、アームズマガジン等のホビー専門誌やホビーゲーム関連の書籍の発行。 テーブルゲーム等の発売を行っている。ポストホビーは東京、神奈川に直営店舗を構えている。1969年に社名と同一名称である月刊ホビージャパンを創刊。当初はミニカーの情報を扱い、後にプラモデルやフィギュアへ範囲を広げ、モデルアートと並び、戦後を代表する模型雑誌となった。某シミュレーションゲーム、テーブルト RPG。 カードゲームの系統の雑誌として1982年、アメリカのボードゲームメーカーであるアバロンヒル社と日本語版の特約を結び、某シミュレーションゲームを販売、情報し、タクテクスを発刊した。ミリタリーブームが一時的に去ると、TRPG に重点を移し、同時期にタクテクス別冊として RPG マガジンを創刊。しかし、 家庭用ゲーム機とパソコンの普及と高性能化により、ボードゲームは急速に衰退。タクテクスも短命に終わった。タクテクス廃刊後は、後続誌としてロールプレイングゲーム情報誌、RPG マガジンを発刊するが、トレーディングカードゲーム、マジック・ザ・ギャザリングの日本上陸に伴い、徐々にトレーディングカードゲーム情報に重点を移す。そして、 トレーディングカードゲームのブーム到来とともに RPG マガジンは休館、後続誌としてトレーディングカードゲーム情報誌、ゲームギャザーが創刊された。しかしゲームギャザーもタクテクス、RPG マガジン同様トレーディングカードゲームのブーム交代とともにロールプレイングゲームをはじめとするアナログゲーム情報やデジタルゲーム情報を広く扱うようになり2005年に使命を ゲームジャパンと改め真相監された。なお、マジック・ザ・ギャザリングの日本語版に関しては、同社が権利を有していたが、2004年に宝に、譲渡された。さらに、ゲームジャパンも2011年9月号をもって休刊、カードゲーマーに引き継がれた。2019年、五勘で感じる、歴史系、エンタメ雑誌と名打つ、歴史探訪を創刊。 現行発行誌小説コミックスこれまで発行されていた雑誌自社オリジナルアバロンヒルビクトリーゲームズシミュレーションズパブリケーションズゲームデザイナーズワークショップエストエンドゲームズワールドワイドオーゲームズアイアンクラウンエンタープライズパンサーゲームズスティーブ・ジャクソンゲームズタクテクス付録ゲームタクテクス付録ゲームとして自社オリジナル作品の他にスピシャ 3W シャ メトギーミング社の製品も日本語化されている。詳細は、タクテクスを参照のこと。自社オリジナルゲームデザイナーズ、ワークショップビクトリーゲームズケイオシアム、アイアンクラウンエンタープライズ自社オリジナルアバロンヒル、トレーディングカードゲームウィザーズオブザコーストケイオシアム、ヒドンシティゲームズ自社オリジナル同社、オリジナルトレーディングカードゲームルーニーラボ、ファンタジーフライトゲームズルックアウトゲームズ、 リオグランデゲームズデイズオブワンダーズイーマンゲームズウィザーズオブザコーストありがとうございます